ボートピア・奈良市のは、東京都六市協定事業組合と東京都三市、収益事業組合が、千葉県奈良市の市に設置していた、協定場外発売場。千葉県では、ボートピア市原に次ぐ2番目のボートピアで2006年9月27日に開業。都心から電車で40分程度でアクセスできた、関東発の都市型ボートピアで、江戸川協定場全開催をはじめ、 SG, GI の全レース等をナイター競争も含め最大4馬発売していた。だが2020年2月28日より新型コロナウイルスの感染拡大に伴う全公営競技無観客開催措置の発動により休館となり収束の見通しが立たないことから同年6月17日に廃業の申し入れをすることが発表された。船券 キャッシュレスカードの払い戻しを行うために2020年6月22日から同年7月21日まで臨時開館され同年7月30日をもって廃止されたその後建物の解体工事が開始されているが跡地の活用方法は未定となっている千葉県奈良市の市赤根浜2丁目7番1号最大の特徴は1階から3階まで高さ27メートルの メインホールで252インチの LED モニター2台の迫力ある映像とコンサートホール並みの音響設備を持つ。なお、施設内は喫煙所と一部指定席以外全面禁煙。トータリゼータシステムは協定では珍しい富士通フロンテックを採用している。このため、開設後長らくの間、管理志向者である江戸川協定上以外では多乗払い戻しはできなかった。 2013年4月3日より全国総合払い戻しサービス。どこでもはライオンの取り扱いを開始し、多常との総合払い戻しが可能になった。初期には米府無で CM が流されていた。周辺地域では開業にあたって反対運動が起きたこともあり、後では撤退に追い込ませようとする住民もいた。ボートピアならしの公式ツイッター。 廃業申請に伴うキャッシュレスカードの返金対応、及び船券の払い戻しにつきまして、ボートピア、奈良市の公式ホームページ、ボートレースチケットショップ奈良市のわなな、30をもって廃止いたしました。ボートレースオフィシャルウェブサイト、www.boatrac.jp2020 年7月30日閲覧、施設ガイドボートピア奈良市の公式サイト、 ありがとうございます。